第76回千葉県高等学校総合体育大会陸上競技大会第2日目フィナーレを迎えようとしております。女子に続きましてその種目は男子の 400m リレーの決勝レースとなりました。本日の最終レースです。予選準決勝を超えて進出してきましたチームを内側からオーダーとともに紹介してまいります。内側は第1年末浦一番46秒。